you through fire and rain. こんにちは、アクシスのつゆです、今日は第2弾、北ワークスさんに、来ていただいて、2023年の秋ですね、この後、新商品が発売されます。今回それの新商品のデザインを、また北さんの方に依頼をさせていただいて、このようなラインナップのものが揃っております、これちなみに YouTube ぶっつけ本番ということで北さんも緊張しておられるかもしれませんけど、どうぞよろしくお願いします。いや、今回北さんにこれ依頼させてもらったっていうのも、多分2年か3年ぐらい前の時に、展示会、あの広島で展示会があった時に、そこにお邪魔させてもらう時に、あれって どうでしたっけ、真鍮でね、真鍮で、こう、この形に近かったですね、うん、そうですね、この形に近い、もので展示会で、まあ、もちろん家具がメインで、照明も一頭つらってましたね、うんうんうん、で見て、北さんに挨拶に行く前に、僕は多分一番最初にこの照明と向かって行ったら、なんか記憶してますけど、で、すぐ北さんにこれ作りたいっていう依頼をさせてもらいました。はい、あの時、どんな感じでしたか、どんな感じでしたか。これがついてなかったんですよね。あ、そうかそうか。その時はね。その時はこのパンチングっていうのがこのついてなくて、ちょっと眩しくないように、こう、グロアを抑える効果で、そうだそうだ、この時はこれをつけたんですね。うんうん、一番最初はこのサイズでパンチングがついてなくて、このような、まあ、この抜けがあるような、うん、そうですね、はい、のがデザインとして真鍮で上がっていて、で、またあのギャラリーか、北さんのギャラリーで大きいのがあって、それがパンチングがついてる、そうですね、こっちのみたい、あれが銅のタイプですね、はいはい、コッパー銅のタイプで、作ってもらってると。もともとこれ作る経緯っていうか、まずこの真鍮の部分ってどんな感じで作っていかれたんですか。真鍮結構、まあ、あの素材としては、ね、魅力的な素材ですけど、それ素材はまあ関係なくして、うん、ちょっと今回も漏れるんですね、上に光が、うん、それが結構綺麗っていうのがちょっと一つのポイントになるようなあのデザインにしたしたかったって感じで、あとはまあこうスパスパスパってこうちょっと直線的な、直線的なね、はいはい、うんうん、の中でも光がちょっと漏れるっていう、なるほど、ちょっとこの辺も照るんですよね、で照らされるんですよね、この漏れた光が、あ、なるほど、うん、そうそう、これ実際つけてもここが光るっていうのもすごい特徴的で、うん、実際のコラボ撮影というか、あ、時に、あ、ここすごい、うん、でかなりこだわったポイントはここなんですよね、ですね、今回ここのピンカのもうこのあのここ90度に極力したいっていうので、そうだね、ヘラ絞りっていう技法で、ヘラ絞りだったらもっとできたのに、ヘラ絞りができなかったっていう、あれできなかった、ヘラ絞りちょっとどうしてもここにちょっと R が 出やすくなるから、うん、っていうので特殊な何か加工をしてもらって、あの、はい、正直本当に値段が全然違うんですけど、うん、僕はもうヘラ絞りできちゃっていいですかって言ったの、北さんは、いや絶対こだわりでこうしたいですって言って、一緒に入ってもらってる、照明会社の方というか作ってもらう方に、まあ、でもそれはデザイナーのことを優先したらどうとか無理ってね、してもらったで、やらさせてもらったっていう経緯でも、本当にでもやってみてよかったなって、うん、ただやっぱり前回真鍮の、まあ、真鍮であの一番最初やらせてもらった時は、この要は流れができるこの R の部分の、そう、要は面の部分とかこういう、うん、まあ、まあ面ですよね、面を結構やっぱりすごく重要視されてるんだなっていうのがあって、今回は、はい、R を取るとかっていうよりは角を出して、そうですね、シャープなところに行き着いていってました、うん、なんかまあ本当に真鍮で初めて、一番最初に北さんとやりたいって言った時は真鍮でこれやりたかったけど、なかなか難しかった、ね、そうですね、なんか加工がね、そう、加工が難しくて、うん、量産するには量産はやっぱり向いてないっていうので、うん、結果的に最初に真鍮のヘラ絞りね作ったタイプで、うん、大事だなって、はい、で1年越して今回、はい、まあ、これまでに至るのは2年以上多分かかってますけど、ああ、そうですね、僕らからしたら、うん、ようやくここまでたどり着いたいう形です。で、この形と17と26と26ですね、26と17と26とのサイズ感がちょっと違うような感じと、ここも
かなり時間かかりましたよね。そうですね。もともとちょっと大きめのタイプをやろうっていうのがあって、そこから一回ハマっていきましたよね。デザインのトスマに。そうですね。ハマったというか。じゃあ珍しくなかなか次のデザインになってこないと思っていつ発売できるかなと思いながらも、でもパシッと決まって。ちょっとサイズを変更したんですね。変更して、うん、したらやっぱり高さの比率とか、あと電球に関わってくる。そうですね。電球のバランスとか。まあ辻さんの、あの社長のこう要望が。ちょっとこう存在感のあるこう横に大きいのがいいなっていう、ね、はい、そういう要望で言ってたらなかなかバランスが取れなくて、こう横に大きいしこれも目立つし、これは言うと電球なんですよね。ああそうですね。電球がどうしても高さがあるので横長にするとどうしても高さの比率で言うとこうね狭くなるから電球が出ちゃう。だからどうしてもそれだと見栄えが悪いし、格好悪いし、ね、はい、ってなってくると、やっぱり比率をどうするかで結構時間がかかっていった、うん、ちょっと悩んだんですけど ね、ちょっとすごい、かなり良かったです、うん、あとこれも最終的に、本当に打ち合わせの中で別の形で作ってた、そうですね、はいはい、もので、ちっちゃいサイズでしたからね、このサイズでしたね、このサイズで、はい、でこれすごくいいんじゃないかと、やっぱ電球つけたらすごくいいんですよね、うんうん、そうですね、あの乳白もいいしクリアの電球でも、うん、本当になんか全然こう電球今回これ横で見えるのでどっちもなんか表情として面白いかなと思いました、うんうん、これ北田さん、これこんなどういうタイミングでこんなの思いつくんですか。どういうタイミング、すごい それはちょっと困る人多分あの夢に出てくるっていう打ち合わせない質問すると常に困ってしまう内容なんですけど、で今回なんかねまた別でちょっとカノマールのメンバーからなんか質問で、Q&A みたいな感じで前回僕がやりましたけど、はいはい、なんかあるみたいなのでちょっとその質問に答えてもらえたらというので用意してますのでお願いします。関心を過去にした理由を教えてください。この今ちょっと電球ついてないんですけど、電球がまあこの辺ぐらいまで来るんですよね。でこれがなかったら割とこう目に光が入ってきて、うん、あの眩しさがあるんですけど、それをまあ軽減するために何か欲しいなっていうところで、あのこのパンチングプレートっていうんですけど、それを使うことによってまあ適度に光は漏れるけど眩しさがだいぶ軽減されるっていう、まあ、それをそう、ね、うん、まあ、ちょっとこの素材の面白さっていうのもあるし、あの光の経験されるっていうところもあるしで、あのこれを使ったところですね。そうそう、一番最初はもともとなかったものから大きいものがパンチングがあって、うで結果やっぱりちっちゃいものと同じだから目に見えない方がいいからって、ああそうですね、電球をつけよう、うん、あのパンチングに落とし込めないかっていうので、うん、行きましたもんね。そうですね、はい、うん、まあ、もちろんあの天球丸見えでねちょっとその 目線からより上のところにつけるっていう使い方もあるんですけど、まあダイニングテーブルの上とかちょっと低めに使いたいのであれば、うん、ちょっと眩しいので、うん、っていうあの、理由ですね。はい、はい、水産と一緒にこう商品開発をずっと一緒にされたと思うんですけど、うん、一番難しかった要望というか、あの開発で、うんうん、それはないよって思ってたことはありましたか。それはないわ。まあでもさっきの話ですけど、この何200ワット100ワット100ワット100ワットの相当の LED をこうつけようと思ったら結構大きいんですよね、その電球自体が。そう、それを20ミリぐらい大きいんですね。でそれをこうさっきの話、あの眩しくないように隠すようにしようと思うとこれぐらいの、あの高さが必要で、プラスそのもっと大きいのがいいって言ってたよね。それはないわと思ったんですけどまあでも電球でかなりデザインが変わってきましたよね。そうですね。皆さんが持ってるのはいつも白熱球の本当にちっちゃいのなので、でもこれでも白熱球は提案しない前提で、うん、LED 電球でいきましょう。でうちが持ってるなんかね60ワット相当100ワット相当の LED、
で提案しようとしたらめっちゃ大きかった。そうですね。だからいろいろとバランスが、うん、まあその小さい電球専用みたいにするのもちょっとなんかあのね使い方というかその明るい電球もつけれないしということで、あの確かにそれはないわっていう話だった。それはないわ。どうしようやっぱやめましょうかってこの間途中そんな時にもなったけど、確かに絶対26のやつもいるよって言って、でいろいろと時間かけながら、ね、このかサイズは変えずにちょっと ここの厚みとか大きさとかでバランス取ってこの形にたどり着いたっていうところですね、うん、はい、それはないわ情報です。この商品が最初にサンプルで出来上がっていった時の感想を率直にそれぞれお願いします。まあでも もともとプロトタイプは自分で作ってたんだよね。ある程度形は見えてた、うん、だけどやっぱりそうだ、ね、この北さんが作るっていうのとやっぱり、まあ、北さんが1個はプロトとして1個作ってるけど、やっぱプロダクトとしてっていう量産で作る中で、ね、どういう形があるかなっていうので、結構やっぱこの辺のパンチングのラインとか、あ、そういえばね、忘れてたけど、いろいろとこう揉めに揉めて二人で揉めに揉めてないけど、なんかあの電話 2,3 日前にサンプル最終確認のサンプル3日ぐらい前に僕神戸からなんかに家族で歩いてたら、うん、電話かかってきて、いや中さんやっぱあのパンチングのこの切れ目気になるかもしれないとか、いろいろね、こっち取りのサイズどうするとか ね、なんかいろいろとそういうそれぐらいかなりやっぱり神経質にこのプロダクト あのパンチングを利用使うっていうところに対して、ね、この穴のサイズとかをどうするかとかっていうのはなんか結構いろいろと、確かにね、ちょっと時間かけたんで忘れてたけど、うん、気になってた、うん、ね、めっちゃ気になってて、ね、そこまでは多分大丈夫でしょうって言いながらドキドキしながら初めてのサンプルを 見て、北さん OK って言って OK ですって言ってくれた時はちょっとホッとしたっていうのは、僕はなんかそれがめっちゃ印象的、やっぱここのポイントはかなりパンチングっていうのを使うの初めてだったんで、ね、そこからそうですね、まあ、1回、まあ、あの話はだいぶ前の話で、1回目の真鍮の時はね、うん、ちょっとこうもうちょっとこうしてほしいなとか何点かあったんですけど、今回はそのほとんどなかったって感じですね。あ、すごい、完璧にね、本当に綺麗にこのカートとか、あの照明会社とか、うん、その作ってもらう人はここを結構気にされてましたけど、ね、そう全然気になる感じではないし、そう出来上がった感じでしたね。だからまあ比較的良かった印象ですね。もう一発で成功しましたから、ね、これ、うんうんうん、すごい良かったです。それぞれの種類をどんな箇所で使っていただきたいなっていうのを想定して今回。まあこれはやっぱりこのダイニングテーブルの上に一棟だけって感じで、これはちょっとこれもダイニングテーブルの上に二棟、うん、そうですね。ニット、ニットとか、キッチンとかのでもいいですね。まあ、タトウ付けができる、はいはい、結構比較的こうタトウ付けできるパターンで、うん、キッチンとかの中、そうですね。これ階段とかでもいいのかな。ああ、なるほど、うん、なるほど。なんかね、でもそういう、はい、玄関とか一棟使いというか、うん、その狭い部分、アクシス結構こういうね狭いところのところを提案するケースが多いんですけど、そこはすごい得意としてる、ね、うん、ポイントかなと思った。もうダイニングでも比較的こう2メーターとか大きなところだとやっぱ2棟とかいるかもしれないですけど、普通の個人宅の4人掛けとかだったら十分そうですね、うんうん、まあ、明るい電球がつけてるしっていう、うん、高度も一応60センチで1メーターとっていうのがあるから、その天井の高さに合わせて使って選んでもらったりするし、あと、まあそっちはね、さっきから全然何も触れてなかったブラケットもね、今回このシリーズで出してるので、これも洗面とか、そうだよね、うん、でいいですよね、うんうん、トイレとか、うん、トイレとか、でさっき言ったみたいに比較的結構低めに設定してもらった方が斜めで見えるから、うんうん、なんか平行に目線が来るところにパンチングが見えるようなところの方が結構このパンチングの意味が出てきそうな、そう、これ壁際につけるとこの漏れた光がすごい綺麗なんですね、うん、このパンチングのつぶつぶの光がすごい、本当にそうですね、うん、だから狭い壁に確かにそう言われた影とかは面白いですよね、うんうん、上からも下からも横からも面白い光が出てると思います。はい、でいいですね、はい、今後も多分一緒にものづくりをぜひ
していただけるかなと思ってるんですけど、筒井さんから北さんにぜひ一言と、北さんから筒井さんに、一言ずつお互いに声をかけてください。あ、ちょうどしかなんか北さんでも本当にあの僕らもやっぱインデザイン自社でデザインしてやるんですけど、北さんから出てくる発想とかこういう色もそう、今回白と黒っぽく見えますけど色もちょっと、まあ、実際のもの見てもらったらね、うんうん、あのこれ色選びも結構やっぱりセンスだなと思ったんですけど、やっぱ僕らが想像してない形とか色とかなんか使う提案とかっていうのであの出てくるので、まあ本当に北さん自分でものが作れるから新しい何か生まれてくるし、そこをまあプロダクトとしてどう落とし込んでいくかっていうね、うん、やっぱ自分で作ることとプロダクトってやっぱ全然違うじゃないですか。だからそこを今またちょっと別であの照明じゃないものを今ちょっと依頼してますけど、これはまだ企業秘密ですけどまたその辺よろしくお願いします。私には何かあるんですか？あの私には何か北さんが何かある？まあこういうものが欲しい、あ作りたいとかある程度絞ってもらった方がいいかな。まあ今回も結構さっきの話じゃないけど、そうだね、話じゃないですけど、うん、まあ、また次は違う形の、ただ逆に今回 YouTube 見てもらってる人が、うん、なんか見てもらった人に、うん、北さんにこんなの作ってほしいとか、なんか逆にそうですね、で僕らがそれを代わってアクセスが作れるようなことができていったら面白いなと思うので、うん、なんかそういうアイデア欲しいですね。こんなものっていうのはその種類のことね、うん、そうそうそう、もちろん、こういう形のこととかじゃなくて、うんうん、形はもう北さんの頭の中、種類のこと、種類のこと、種類のことって種類のものみたいな形が言わないでくださいよ、怒られますよ。いやいや、怒るしないで、参考にさせてもらいます、参考にさせてもらってけどね、なのでなんかそういうのもなんか意見もらえたら嬉しいですね。そうですね、まあ例えばその何ゴミ箱が欲しい、あ傘立てが欲しいとか、ね、傘立てさっき、さっきお昼ランチしてなんか他の何人か食事してなんか出てきたわとか言ながら言っちゃいますかそれ。まあ、あのもしそれが出てきたら、まあ、カットしててくださいね。カットしててカットもしづらいやつですよ。あ、そうかっていうの、まあ、いろいろそういう意見があったらまた北さんのと一緒にこうものづくりできていったら面白いですね。そうですね、はい、うん、はい、っていうことで、あ、っていうことで、ね、いいのかな。もう繋ぎ方がすごい、今回なんか普段カットしないで、ちょっと今回カットしながらのあれなんで、繋ぎが苦手なんですけど、今日はこういう形で北さんをお迎えして、パンチング照明のご紹介をさせていただきました。こちら2023年、先ほど一番最初にお伝えした9月かなの中ぐらいから発売をさせていただく予定になってますので、北さんのオンラインには乗るかどうか分かりませんけど、乗りますよ。乗ってくる、乗るかもしれませんし、まあ、いろんなところで買えられる、いろんなところでアクスの、ところでも買えますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。北さん、今日これ、どんな感じで最後、締めてもらいましょうか。めちゃぶり。よろしくお願いします。お願いします。一言で終われるのがいいねということなので、だいたい言ってもらってます。はい、だいたい言ってもらってます主要のということですので、はい、皆さんまたこの本、YouTube いいね、コメントお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。今日は北さんお迎えしての、YouTube となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。